改造スキル。まあこれはこれじゃん。出るぞ。おっ、オッケー。まあこれはできる。これはできる。これもできる。これもできる。ほい、ほい、オッケー。はい。こういうのは割と得意な方。で、ここででっていうでしょ。あー、でっていう乗り捨てか。ミスる。これ難しいな。はい。オッケー。でっていう乗り捨てぐらいじゃちょっとね、あれできませんよね。え？アイスブロックのとこにやるべきなんだろうけど。で、ここに来て、でっていう核を。ちげえな、危ねえ、死にかけた。食べて吐いて、ゴー、オッケー。で、食って、入れて、中間あって。あー、ファイヤーで、あいつ倒しながらか。もう一回。おら！よっしゃ！一回、こうして、すげえな。パウ置いて、置いて、ドッスン発動、スピンかな？ドン。ん？上入るのかな？あ、中間か。なるほどね。おめありおめあり。これはむずそうだな。ほっ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 。いいねー。スキル系はいけちゃうやつですね。これはなんすか。とりあえずキノコ取って。タスじゃん。できないんだけれども。これだ。よし、オッケー。集合住宅とかだったらさ、あ、マンションとかだったらさ、一つのマンションで、同じ回線を使ってたら、一人でその回線を全部使うより、複数人でその回線を使ってる方がさ、分散するじゃん。そういうこと。さあ、続きまして、メビウスの試練。なんだなんだ。あ、剣降ってきましたね。おー、ボム兵ちゃんで道ができそうですね。メビウスの試練ってどういうことよ。あ、羽繰りが何かをしてくれない。こいつ倒すと鍵になります。いいですね。中までたっぷり。中までたっぷりですね。羽繰りが右に来てくれるんじゃないの。違う。お、来た来た来た。この音符を踏んでくれて、え？あ、上に上げて、左に持ってきて、あ、なんか上がってきた。なんか上がってきた。すげえ。上と下同じギミックなのかな。おーおーおーおお。コインか。これあれですね、連れてこなきゃいけないんだな。こいつを連れて行って、お、降ってきましたね。で、右へトーンってなって、多分ついてきてるんでしょうね。これで勢いがなくなって落ちて、すげえ、上と下全く同じ構造になってる。で、そっか、あれか、上が見えない分下で見ろってことなんだこれ。で、こうなって、こうなって、危ね危ね、落ちる。いや、いいんだ、これ落としていいんだ。落として右に走らせて、これ、いいのかな？もう一回左かな？で、右かな？オッケー！おー、楽しい、これ。しまった。くっそ。あ、左のやつスクロールアウトできましたね。やらかしました。セット。まあ、陰影ランキングだからね、どうしても実況者同士で被るよね。これはもう、あるあるですね。今絶対コメント欄見ない。荒ぶってらっしゃるとか言ってる暇はね。いけ、逃げろ、逃げて、よし、封じた。
よかった。あぶねえあぶねえ。知ってた知られてた。さあそして最後にゴールがまだです。こう先に土管に入ります。うん、まだ中間、まだまだ続くんだね。 To be continued。 勘弁して。しかもここでスクロールきますとね、上でもあれが降ってくると。 OKOKOK。 は、対応してきたと思ったらすぐさ俺ファイヤーなくすのな、ほんとな。すぐファイヤーなくすんだもん、ほんとに。ううここで降ってくるのか。まあ、ここはかわして、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 あんまり前先行しない方がいいよね。今度あれだね、あいつが落ちてくんだな。ほい、いやー分かってるはずなのに分かってるはずなのに。クラッチのこいつは倒しとこうね、鬱陶しいから。あれはどういうこと？周りにくっついてるけど、くっついてるだけかな？特に降ってくるわけじゃないのかな？真ん中から来るね。その次も来ますね。オッケー。またその次が来る。最後に来ない。あ、来た。オッケー。なんかちょっとわけわかんなくなるな。で、ここでファイヤーをゲットできます。ここでできます。降ってきます。オッケー。すげえな。バブルも雲の上乗るんだな。次でっかいのが降ってくるな。ここで降ってくるな。気をつけないと。いやー分かってたのに、またすぐファイヤーなくなるのな俺なんなんですかね。ここで落ちてくるのが来るけど、まあ大丈夫かな。これで下から間だったら大丈夫はない。大丈夫はない、大丈夫はない。あぶねえ。大丈夫はないとかリュックじゃん。ここでもまた降ってくるんですね。まあ今んとこはもう真ん中で大丈夫そうですね。オッケーオッケー。大丈夫ない、大丈夫ないです。めっちゃ早っ危ねえ、逃げ切った、助かった。ここでゴール。危ねえ。ファイヤーなくすなよ、ほんとな。それほんとに俺が一番なくしたくないんだよね。でもやり方分かってるからね。また最初からだな。でもめんどくせえ。まだちびっこの時は楽でいいな。移動が楽ですね。ほい、パオ入って右行って、まずはヨッシーをゲットで、また最初からやんなきゃいけないんだよな。はい、パオ持ってってドン。はい、頭硬い、それな。ちげえ。あれ、バネってどこでゲットすんだっけ。バネってどこだ。あ、これだ。よいしょ。パウ。バネ。で、バネ。の、パウ。よいしょ。握って乗って入ってで持ってん？あ、違え、ここは何もねえか、こっちかにバネがあって、バネを置いて P 確保して P 置いて踏んで、このバネ使うんだったっけ。次は甲羅だな。甲羅を確保したいんだ。このバネもう一回持っていこう。で、ここのパウ食べて、もうなんか作業みたいになってきたな。バネ食べて入ります。魔曲テストやったことないな。ちょっと興味ある、でもやってみたい。あ、あ、いや、ちびっこだったら別にいけるもんね。はい。ここにバネ置いとこう。バネ使うんだったっけな。で、厄介なことになったな。あ、これ右に行ってくる。うわっ、危ねえ、踏むとこだった。やべ、入りそう、これも。オッケー。で、今度はもうバネいいんだ。入って、うん、疲れてきた。結構疲れてきた。
え、ちょちょ、ここで吐けばいいんだよね、と思ってね。オッケー。んで、あ、バネいらねえんだ。下のパウを持ってきて、はい。パウ入って壊して、オッケー。で、持って、ピー捨てて、食べて、よいしょ。ほいほい、ほい、ほい。はい。で、持ってさっきと同じミスをしないように、こっから吐く。オッケー。ついでに被る。で、ドアに入っちゃう？裏側に入るのか？いや、違う、無理だ。もうパウがないから入れないから、とりあえずここに入るんだな。で、ドア入って、ゴールだ。よーし。うわー、お疲れー。チョイムズスピラン。とても難しいに分類されてるけど、多分なんとかなると思うんだけどな。これ1、2、サンガリア。サンガリア。2、ターン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 。入る。ここ超集中。はい。はい、オッケー。動体視力フルに使っていきます。さあ、オッケー。ドーン。ちょっと、ドーン、ドーン、ドーン。ちょっと止まっちゃうんだよな。オッケー、入ります。オッケー。はいよ。はい、はい。うん、入る。はい。だあ、危ねえ。助かった。今ダメだと思った。入ります。時間がやばいかも。ブラックパックン。ブラックパックン、ブラック、あ、大丈夫だった。飛んで飛んで、ファイヤー。飛んで飛んで、入って降りて、間に合います。余裕。入る。発量、いけるのか？まだ、まだ土管を経由させる。降りて。降りて、伝わないように降りて、ゴール。